モスクワ、モスクワ、ロシア語、IPA は、ロシア連邦の首都。連邦市として、主単独で、ロシア連邦を構成する83の連邦構成主体の一つとなっており、周囲を占めるモスクワ州の州都でもある。ただし州都は区別され、モスクワ市となる。人口は、約1250万人で、ヨーロッパで最も人口の多い都市であり。 世界有数の世界都市である。漢字による当て字はなここか。英語で発音した場合には、モスコーあるいはモスカウのようになる。北緯55度45分、統計37度37分に位置する。市の中心をモスクワ側が蛇行しながら流れる。地域面積は2 5 1 1トルに達する。植生的には、北の新葉樹林帯と南の混合樹林帯との、 接点に位置する。土壌はポドゾルが主で、それほど肥沃ではない。地域人口は1250万6468。2016年の近郊を含む都市圏人口は1、657万であり、世界第15位、ヨーロッパ第1位である。世界有数のメガシティである。2010年の調査によると定住人口の中では、 ロシア人91.65%、ウクライナ人1.42%、タタール人1.38%の順となっているが、これらには移民や不法滞在者は含まれておらず、主に中央アジアから100万人を超える移民が在住しているとされる。この地域はモスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス3時間で、価時間はない。 2011年3月までは標準時がアトックプラス3、夏時間がアトックプラス4であったが、同年3月からは夏時間を標準時とする形で、夏時間制が廃止された。2014年10月から、通年がアトックプラス3となった。欠片の気候区分では団帯出順気候に属する。年間降水量は707ミ、mm、リメートルで、6月から8月に。 かけての夏季に最も降水量が多くなるが一方で5月から8月にかけては晴天も多くなり日照時間も最も多くなる。冬季には降水量は少なくなるものの鈍天が続き日照時間は非常に少なくなる。近年の冬季は気候変動と都市化による影響で以前に比較して平均気温が上昇しており1981年から2010年の 現平年値では、1961年から1990年の旧平年値より1月の平均気温で2.8度、2月が1.0度も上昇した。なお、1990年の1月の平均気温はマイナス12.0度であったことを考えれば、約5度も上昇している。しかしながら、2000年代以降でも、2006年、2010年、2011年、2012年、 2013年には強い寒波の影響を受け零下30度前後まで冷え込んだ子がある。また、ヒートアイランド現象により都市部と郊外では冬の冷え込みが大きく異なり10度前後の差になることもある。夏季は比較的暑くなり30度を超えることも珍しくない。 過去最高気温は2010年7月29日の38.2度、過去最低気温は1940年1月の42.2度である。モスクワの気象観測は、中心部から 10km ほど離れた郊外のオスタンキの公園に隣接する全ロシア博覧センター、通称 VCC で行われており、緑豊かな場所にある。 2014年のモスクワ都市圏の総生産は7944億ドルであり、世界10位の経済規模を有する。ヨーロッパでは、ロンドン都市圏、パリ都市圏に次ぐ3位である。2016年、アメリカの経済誌、フォーブスが公表した統計によると、10億ドル以上の個人資産を持つ大富豪は60人で、ニューヨーク、香港に次いで3番目に多い都市となった。 2011年にモスクワ市の予算規模がニューヨーク市に次いで第2位となった。ニューヨーク市の予算は人口818万人に対し659億9100万ドルで、モスクワ市の予算は人口1151万人に対し508億ドルとなっている。1147年にキエフ大公国のユーリードルゴルーキー。 テナガンが会合を行った場所として言及されるのが最古の記録である。1156年に砦が築かれて以降徐々に小都市化していった。1237年から1238年にかけてはモンゴル帝国軍によって海人と会したモスクワ包囲戦。1271年、ウラジーミル大公アレクサンドルネフスキーの抜主である。 ダニール・アレクサンドロビチが医療として、モスクワを獲得し、モスクワ公国が成立した。三代目モスクワ公のイヴァン一世の第二、キプチャクハ国に取り入って、ルーシ諸公からの朝税権を得たことから力をつけ、モスクワ大公国となった。1382年には、キプチャクハ国の徳多民主派によって占領されるなどは、あったものの、1480年、イヴァン三世が、 タタールの首輝きを完全に終わらせることで、モスクワは、ロシア最大勢力の都となった。彼は、ウスペンスキー大聖堂やブラゴベシチェンスキー大聖堂やアルハンゲリスキー大聖堂を建設、再建し、クレムリンを壮麗なものとした。クレムリンの前に、赤の広場が建設されたのもこの時代である。1534年から1538年には、 クレムリン北東の北イゴロドをクレムリンと同じ城壁で囲み、以後この地域は商工業地域として発展した。1561年にはイヴァン4世によって聖、ワシリー大聖堂が建設された。1590年頃にはクレムリンと北イゴロドの外側に城壁が築かれ、さらにその外側には土塁が築かれて、モスクワの街は大幅に拡張された。 新しい城壁の内側は、ベールイ・ゴロド、白い町、ドルイと城壁の間は、ゼムラノイ・ゴロド、土の町と呼ばれた。16世紀末には、ドーラン時代となり、1610年には、ニセドミトリー2世を要した、ポーランド・リトアニア共和国軍が、ロシア・ポーランド戦争を起こして、モスクワを占領したが、商人のクジマミーニーと、公爵、 ドミトリー・ポジャルスキーを中心として組織された国民軍が1612年にモスクワを奪回し、翌1613年にはミハイル・ロマノフがツァーリに選出されてロマノフ朝が立した。ロマノフ朝時代は国土の拡張に伴いモスクワも成長を続けたが、ピョートル一世が1712年にロシア北西端のネバ川川口に サンクトペテルブルクを建設したことで首都の座を譲った。しかしそれ以後も副首都の座を保ち続け、歴代のロシア皇帝は、モスクワにて、戴冠式を行うことを常とした。古い貴族階級は戦闘以後もモスクワに居住する者が多く、西欧の思想を取り入れる窓口となったサンクトペテルブルクに対し、モスクワは、古いスラブ主義の思想の中心地となっていった。 1755年にはロシア最初の大学であるモスクワ大学が開校した。この頃、ベイルイ・ゴロドの城壁が撤去されて、その後地にプリバール環状道路が建設された。1812年にはナポレオンのモスクワ侵攻、祖国戦争を受け、町は怪人に返したが、その後すぐに復興された。19世紀にはゼムラノイ・ゴロドの土塁も撤去されて、その後地は、 サドーボエ環状道路となった。1851年には、サンクトペテルブルクとの間に鉄道が開通し、その後も1862年には、ニージニーノブゴロド、1864年には、ギャザン、1868年には、クルスク、1870年には、ヤロスラブリエの鉄道が、相次いで開業し、ロシア中央部の商工業の中心としての地位は、揺るぐことなく、 濃度解放による労働力の流入や軽工業の発展も相まって19世紀末には人口は100万人を突破した。ソビエトによって1918年に首都機能が移転され、ソビエト連邦とロシアソビエト社会主義共和国、現在のロシア連邦の首都となった。大祖国戦争時には市の北西4 0トルの地点にまでドイツ軍が進出したものの、 軍民一丸となった抵抗により陥落しなかった。かつては冷戦による対立関係があったアメリカのワシントンと共にモスクワは超大国の首都として二分し、スターリンはニューヨークの高層ビルに対抗意識を持ち、スターリン様式という建物を多く建築した。ソ連崩壊後のロシア連邦においても引き続き首都であり、現在人口1000万を超えるロシアの政治経済の中心である。 モスクワは中央にあるクレムリンから同心円状に広がっている町であり、クレムリンからはすべての方角に放射状に幹線道路が伸びている。その幹線道路をつないで、プリバール環状道路、サドーボエ環状道路、モスクワ環状道路、大環状道路の三つの環状道路がある。モスクワ地下鉄環状線とほぼ同じ場所を走る。 サドボエ環状道路は1590年代のモスクワ市の土塁の後に作られている。クレムリンは1156年にユーリー・ドルゴルーキーが取り出を築いて、以来一貫してモスクワの中心であり、モスクワ大公国時代からロシア帝国初期を通じて王宮が置かれていた。ソビエト連邦成立後はここに政府が置かれ、現在もロシア連邦の大統領府がある。 ロシア政治の中枢である。クレムリンの正面には赤の広場が広がり、広場周辺にはグム百貨店や聖、ワシリー大聖堂、レ人ニンビョーがある。広場の北東は北イゴロドと呼ばれ、モスクワ大公国時代からの商工業地域だったところで、現在では都心の一部となっている。その北にはかつて KGB の本部の置かれていたルビアンカやボリショイ劇場などがある。 クレムリンから北西に伸びるトベルスカヤ通りは19世紀からの目抜き通りであり、現在でも繁華街となっている。トベルスカヤ通りはその先でレニングラード街道と名を変え、サンクトペテルブルクまで伸びている。クレムリンから西へと伸びるアルバート通りは歩行者天国となっており、商店や土産物屋が立ち並んで観光客が多く訪れる。クレムリンの南西にはモスクワ側に沿って、 旧聖主ハリストス大聖堂やトレチャコフ美術館がある。2012年7月1日にノボモスコーフスキー区とトロイツキー区に相当する地域を編入したため、一挙にモスクワ市域面積が約2.5倍になった。それ以降、モスクワ市は以下の12の行政区に分かれている。従来は1960年代に開通したモスクワ環状道路がモスクワ市の境界線と ほぼ一致していたが、現在は、地域が、当時の、約3倍に拡大している。また、この行政区はさらに、ライオン、に分かれている。ロシア語では、ライオンと発音される。市議会の定数は35である。2009年10月12日の選挙では、統一ロシアが圧勝した。1992年に就任したユーリルシコフ、市長の下で、モスクワ市は、 積極的な経済開発を行い、行政府がインフラ整備や外資の誘致などを徹底して行うことで高い経済成長を記録し、さらに小企業の保護育成に市政府が積極的に取り組むことで失業問題を解決し、失業率を全国平均の10分の1に抑え込んだことから市民の高い支持を得て18年間の長期政権を維持したが、 2008年のリーマンショック後に経済が減速するとともに、長期政権に伴う汚職や負が取り沙汰されるようになり、2010年9月28日にドミトリー・メドベージェフ大統領によって解任された。市内の主要な公共交通機関は、地下鉄をはじめ、バス、トロリーバス、路面電車、タクシー、乗り合いタクシー、近郊電車など、13の線路、 方面別に9つのターミナル駅がある。列車の行き先の地名が駅名になっている。エレクトリー地下近郊電車はモスクワ市内と郊外を結ぶ路線で縦横無尽に走っている。2016年には都市高速鉄道としてモスクワ中央環状線が開通したが、これは地下鉄のネットワークに含まれている。市内には 地下鉄が11の路線網を張り巡らしており、世界で最も利用客の多い地下鉄の一つとなっている。また、ヨシフ・スターリン政権時代に建設された駅を中心として豪華絢爛な装飾が施されており、モスクワ市民の誇りとなっている。地下鉄路線の終点を起点とした高架線主体のライトメトロ2路線、1路線は建設中、及びモノレール1路線がある。 路線や駅にもよるが極めて深い場所に作られた豪華な装飾の駅と地上と駅を結ぶ長い超高速エスカレーターはモスクワ地下鉄の特徴である。郊外を中心に路面電車の路線網が張り巡らされており地下鉄の補完的役割を果たしている。モスクワ市内にはトゥベルスカヤ通り、アルバート通りなど比較的名が知られた通りがある。市中心部から道路が 放射状に伸びていて、北西には、サンクトペテルブルクへと向かうレニングラー街道、トゥベルスカヤ通り、モスクワサンクトペテルブルク高速道路は、途中の一部のみが開通、北東には、ヤロスラブリ街道、東にはニ、ジにニノブゴロドに向かうゴーリキー街道、南東には、ヤザン街道、南には、ワルシャワ街道、南西には、キエフ街道、レーニンスキー大通りやスモレンスク街道といった、 伝統的に行き先の名を取った道路は、現在は、ロシア連邦道路 M 何号として整理されている、幹線道路へつながっている。市内の環状道路には、内側から、佐藤萌え環状道路、3号環状道路、2004年、完成、4号環状道路、建設中、モスクワ環状自動車道路、小環状道路、中央高速道路、大環状道路などがある。 クレムリンに隣接する市中心部のマネージ広場が道路原表になっている。近年は自動車の普及により市内での慢性的な渋滞や駐車スペース不足が大きな問題となっている。市内及び市郊外に4つの空港がある。国際線が発着するのは市の北にあるシェレメーチエボ国際空港、IE 都市の南にあるドムジェドボ空港と カフカス方面のブヌーコボ国際空港の3つ。他にも国内専用のビコボ空港があったが、2010年に旅客の取り扱いを終了した。また、近年はラメンスコエ空港を第4の空港と位置づけており、2016年に旅客ターミナルが竣工した。旧ソ連時代はシェルメーチエボ国際空港に主に国際線が発着し、 旧ソ連国内線は主にドモジェドボ空港に発着していたが、ソ連崩壊後この区別が消滅し、特に2000年以降老朽化の進むシェレメーチエボ国際空港に代わって、設備の整ったドモジェドボ空港に諸外国の航空会社が相次いで乗り入れ先を変更して、ドモジェドボ空港が事実上モスクワのメイン空港となった。シェレメーチエボ国際空港は、 ロシアのフラッグキャリアであるアエロフロートロシア航空がハブ空港としているがアクセスや設備で悪評が高かった。しかし2007年から2010年にかけて鉄道アクセスの整備や新ターミナルが完成した。モスクワ側には川の南駅、モスクワ運河、モスクワ側ボルガ側には川の北駅があり、冬季以外の水運も盛んである。 モスクワ側が市内を蛇行する部分では遊覧船の運航も行われている。モスクワ側、ボルガ側等を伝え8回、バルト海、カスピ海、アゾフ海、国海と行き来できるため5海洋への港町と呼ばれる。1755年に創設されたロシア最古の大学であるモスクワ大学やこれと並ぶ評価を受けているモスクワ国際関係大学。 モスクワ音楽院などをはじめ、多くの高等教育機関、専門学校、研究所がある。モスクワには、赤の広場、クレムリン、美術館劇場からモスクワ側、クルーズ、サーカス、動物園まで、あらゆる世代の人々の観光ができる。ソ連発足以来政治、経済、文化の中心であるはずのモスクワの出身者はなぜか、最高指導者になれないというジンクスが存在する。 実際にとなっている各局、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。